全国1億5000万の紅葉の中で紅葉くんのソロを聞きたい皆さん、こんにちは。10月末地元の秋祭りの花火や祭り林の喧騒からタルを避難させたい万尊家はサップなしの旅に出ました。行き先は山形県庄内地方から秋田県境へ。今回はタルママジムニー初のロングドライブ。 BGM はもちのロンで男組。マムロ側から国道344号を走って酒田へ向かう道中、天気は曇りがちでしたが、まあまあ紅葉はいい感じでめでるドライブができました。紅葉くんの歌すごい、思いつかなかった今。さすが親父ギャグ。ちょっと大きくするんですね。いいね。紅葉の中で紅葉くんのソロを聴く回。正解だな。思いがけずロードサイドに迫力ある落差の滝に出会ってびっくり。こちらは時光滝というそうです。今回の旅では丸池様、十六羅漢岩、那須の白滝など景勝地を観光したり、神社で御朱印いただいたり、列車に出会ったり、鉄道の父に敬礼したり、とある場所でサスペンスドラマの撮影現場に遭遇したり、バタバタしつつもタルと共に楽しんでまいりました。御朱印機構を久々に編集してくれよなって思ってくださった方は、ぜひともチャンネル登録していただいて、今後の動画もお待ちください。今回もご覧いただきありがとうございました。チャオー。